程よい気分で今日も届くドンパクシーです。よろしくお願いします。はい、今日はね、今更聞けない魔剣の仮面のね、合成効果についてね、ちょっとね、勉強していきたいなと思います。はい、パクチーもね、最近デルメゼ行くようになって、魔剣の仮面がね、ちょっと欲しくなってきちゃったんですよ。で、まあ、何が必要かっていうのをね、まあ、ちょっとパクチーなりにちょっと考えてみたんで、もしよかったらちょっと見てもらえればなと思います。はい、まず魔剣の仮面の合成効果って何がつくんですかっていう話なんですけど、まず必殺チャージ時、必殺チャージ時っていうのは、必殺チャージが 行われた時に何かしらの効果がつくんですけど、それがね、何種類かあるんで、今から説明 していきたいと思います。はい、まず1つ目バイキルトで、2つ目が魔力覚醒、3つ目聖なる祈り、そして早読みの杖で、その次はスカラ2段階アップで、魔結界2段階アップで、浸透滅却ピオラ2段階で、旧姓の森星で、ホップスティック、そして必殺チャージ 10% で聖騎士の剣陣っていうのがあるんですけど、まあ、これ何つけていいんだよってなるんですよね、基本的には。まあ、でうち魔剣士の仮面ってまだ魔剣の仮面ってまだそんな使ったことなくて、今回、まあ、デルメゼに行くようになって、ある程度、まあ、必要になってきたのかなと思いました。はい、で今パクチー何ついてるかっていうと、魔剣の仮面には、はい、こちら、詳しく見ます。はい、必殺チャージ時、旧姓の森星、そして魔結界2段階、浸透滅却っていうのがついてるんですけど、まあ、デルメゼに行くのであれば、まあ、浸透滅却が欲しいのかなって思いました。まあ、なんでかって言ったら、結構ね、ブレス攻撃が痛いんで、これね、必殺チャージ時についてたらすごいね、でかいんですよ。必殺チャージした段階で浸透滅却勝手にどんどん更新されていくんで大きいです。あとは、まあ、別にね、旧姓の森星、弓ポンと、まあ、魔結界はいらないんですけど、まあ、弓ポンはあればいいかなってちょっと思いました、最近やってて。弓ポン、あとはバイキルトかな、魔物構成、魔物に関してはね、まあ、それがあるといいのかなと思います。まあ、まとめると、魔物には、まあ、必要なのは浸透滅却で、あればいいのが弓ポン、そして最後バイキルトだと思います。はい、まあ、これ勝手にパクが思ってるだけなんで、まあ、皆さんはね、自分の、まあ、思ってるようにちょっとやっていただければいいのかなと思います。で、魔剣の仮面についてはね、だいぶ楽にね、取ることができるようになりました。はい、そして、まあ、他では使う機会ないと思いますけど、一応もし魔剣作る機会があれば、魔力覚醒、早読みの杖、魔結界2段階とか、まあ、浸透滅却でもいいんですけど、魔力覚醒と早読みの杖がついたやつ、あと聖なる祈りと早読みがついたやつも作るのをちょっとありなのかなって思いました。なんでかって言ったら、その必殺チャージ時に勝手に祈りが更新される、または覚醒が更新される、そしてついでに早読みがつくんで、これだいぶ強い仮面だと思うんですよ。はい、なんで皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあここからね、ちょっとバトルの方やっていきますんで、そちらご視聴よろしくお願いします。はい、じゃあね、今回はちょっとサポートできたんですけど、サポートで行く場合は、まあ、自分が魔物で、あと魔物の、ムチマも1人と、あと僧侶2人、まあ、ここ別に僧侶1人で旅ゲーでもいいんだけど、たまにね、座を間に合わない時あるんで、僧侶2人で行きます。で、これはサポ構成で、実際サポじゃなくて4人人が集まるときは、魔物、あとは魔法戦士と旅ゲーとかの方が多分こいつ早く倒せるんで、まあ、今回は、サポート構成でやっていきます。で、これ結構時間かかるんで、まあ、暇な時にね、やるような構成でございます。それではね、実際行ってみましょう。はい、そしたらまず一旦後ろに下がって、こっからどうするかって言ったら、あとひたすら総理打ちで、もし死ぬ心配があるのであれば、 HP リンクでどっちかの、サポートさんにリンクしといた方がいいです。そうだよね、同じ魔物同士だとやばいんで。で、こっからはひたすらウォークライしていく、ウォークライで、サポートは基本的に向こう攻撃しちゃうんで、うちはひたすら魔剣レオパルドをね、攻撃していく、いきます。で、この下の床のダメージは避けていく。はい、で、これ絶対当たんないん で基本的にはほぼほぼ死なないんで、はい、ひたすらで、みんな集まってきたら、ここで悶絶前方打ちをかまします。はい、これ真ん中も入っていくんで大丈夫です。はい、こんな感じでね。
で、あとは総理打ちひたすらしていきます。このままね、もう赤になるまでほぼほぼ一緒です。この地面を避けながら総理打ちをやっていく、それだけで簡単に倒すことができます。じゃあ赤まで飛ばします。はい、赤になりました。赤までね、意外とすぐなんですよ。で、どんどん攻撃してればね、こういう風に落ちてくるんで、あとはもうひたすらボコボコにするだけですね。まあサポートでもそんな難しくないんで、まあ、皆さんもね、ぜひやってみてはいかがでしょうか。じゃあ倒しちゃいましょう、とりあえず。まあこれね、落ちるか落ちないか別なんで、まあ僧侶2の方がやっぱ安定するね。途中死んでもなんとか座を2枚あるんで。はい、さああとちょっとじゃないかな、多分。落ちたか、まだか。はい、落ちました。まあこんな感じ。どれくらいだろう、時間は。まあ時間は、はい、3分42秒。まあ若干時間かかりますけど、まあ一人でも一応討伐できるよっていうことで、もしよかったらやってみてください。魔剣レオパルドもサポートで一応行けるっちゃ行けるんだけど、まあ高速周回したい人はね、4人仲間内でね、コインを使った方がね、早く魔剣レオパルドの、アクセサリーも作れるんじゃないかなと思います。まあ、今回は一応その効果何がつくんですかと、あとこういうの作った方がいいよっていうね、説明だけで終わりたいと思います。まあ、もしよかったらね、そうあれです、チャンネル登録と、そして高評価ね、よろしくお願いします。それではパクチーでした。バイバイ、どうもありがとう。